シワシワのばあさんみたいで。お母さんがね、みたいなね、顔してね、来たの。え、ちょっと背を縮めて、みたいな感じしたからね、しわくちゃんのおばあちゃんみたいだよって言ったの。私の一番可愛いところに気づいてる。そんな君が一番すごいすごいすごすぎる。そして可愛いの願ってほしい。あ、願ってます。私はついに皆さんが当たりますように。今日は4日ですね。しあさったにはもう NMB の公演になります。明日はリーダーさんの生誕祭で、あっという間にあさってが私の生誕祭になりました。生誕祭、時間が過ぎるのがあっという間すぎて、誰から手紙なのか楽しみです。私すごく全然想像がつかない。卒業メンバー生、卒業メンバーさんなのか、今現在いらっしゃるメンバーさんなのか、どちらかかなって思うけど、もしかしたら両親かもしれないじゃん。だ、両親から手紙来たら私泣いちゃうと思うんだよね、絶対に。 100% で。誰から来ても泣いてると思う。確かに泣いてそう。涙もろいからね。サトルくん、もしかして
ああ、なるほどね。来そう。来たら面白いけど。うん。ね、二代目船長か。ワクワクしますね。自分の手紙でも泣いちゃうから、多分どっちでも泣くとさ、ボロボロになっちゃうんだよね。うん、そう。なんか、そう、いつもね、汗とかかくとさ、メイクがさ、崩れるというじゃないですか。私、あの汗をかくと、ティッシュとかでポン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 ってやったりくってやって、おでこに全く何も塗らないから、あの普通に拭いちゃうんですよ。そう、だから「えファンデーション取れないの？」って言われることあるんですけど、基本的にファンデーションというものを塗らないので、なんかちょっとだけやっぱり自分がすごい気になるなって思ったところにポン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 ってのせるぐらいなんですよ。あと下地だけなんですよ。だからあんま気にせず落としちゃってるというか。そう、だから公演終わった時にはほぼすっぴんみたいな肌の状態なんです。この目となんか大事なリップとチークみたいなやつ、いう今はね、なんかね、そう、だからね、落としちゃうんですよね。多分泣いたら多分落としちゃってる。知らぬ間に。いや、まあいいこと書いてますよね。うん、あれ出したが読み返して受けるー。いや、まあ、その来た時にあいいいいいなって思うことあるから、うん、まさにその通りなんだけど。うん、あ、最後のハケからお見送りまでメイク直し、前髪直しと、もうめっちゃなんかやばいなって時はリップぐらいですかね。それぐらいです。ほぼメイク直ししてないか、前髪だけはやるって感じ。アイドルなんだよね。うん、女の子だもん。嬉しい。当日とアーカイブで100回見ます。やばすぎ。うん、うん、メイク落ちより前髪、うん、そうね、メイク言うてアイシャドウとリップとチークさえあればなんとかなるから。
まあ前髪がね濡れてて、ちょっと乾かしてちょっと巻いてシュッシュッシュッって整えないとって感じ。ね、私ね母強しと思ってるんだよね。メイクするときにさ、私今下地塗ってるって言ったんですけど、母さん何も塗らないからね。いや、すごいなって思う。何も塗らないでアイシャドウをシュンシュンって塗って似たようなメイクなんですよ。お母さんから伝授してもらってるから、私のメイク本は。だいたいなんかまあちょっとね自分でねあれにしていってるんですけど、今いやママ強いよ。ここにチークでシュン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 ってなって、でなんかちょっとハイライトシュンシュンみたいな、シュンシュンみたいなやって、すごいなって思う。そうね、眉毛眉毛眉毛とか言いながら描いてるの。眉毛眉毛って。そう、ね、ものすごくね綺麗なんですよ。肌がねすごく綺麗だから、別に何もならなくても耐えられるんですよ。いやねすごいなって思うよ。メガネメガネメガネ眉毛眉毛。私もね眉毛がないから、まあ、肌は大事にしてるか大事にしてないか結構変わる気がする。いや多分ね昔はねファンデーションとか塗ってたと思うよ、母のね。いいこといいこと。おはよう。そう、まあ、なんかそんな感じですね。妹が最近少しずつもしかしたらお化粧に目がいってるかもしれませんって私は思いました。ついになんと、では終わります。それで映像ゆえりさんありがとうございます。映像大ポテさんありがとうございます。ありがとう。イルミネーツキンバカさんありがとうございます。で、イズコキノコバンパパさんありがとう。で、イズクリケさんありがとうございます。え、イズユズキッチさんありがとう。セブンイズウラベさんありがとうございます。で、イズデビットさんテキピンマジありがとう。イズヤシチさんありがとうございます。で、イズユシコさんもありがとう。セイズタイファイヤーさんありがとう。タイちゃん、なるほど、タイちゃんね。セカンドイスキーさんありがとうございます。フリッチイスのみこさんおめでとうございます。そしてありがとうございます。おめでとう。ということで本日も配信ありがとうございました。楽しかったです。グッナイ。ゆきゆきの方お疲れ様です。これからは学校の方頑張ってください。
ね。あ、グラコロ。お腹がついてきちゃった。またね、ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。あれもしかして早かった？早かった。早すぎた。じゃあ8時になったらポストをする準備をしますね。準備準備。おはよう。じゃあポスターを見てね。ありがとうございました。バイビー。ありがとう。See you。バイバイバイ。